ラスト、ナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは。こんばんは、ナインティナインです。はい、もうあのいつもやったらね、うん、こうなんていうんですか、局行っても、うん、今までやったらフジテレビやったらその隠し芸とかでね、うん、いろいろ抑えられてたじゃないですか、リハーサル室とか、はい、隠し芸、ね、そう隠し芸なくなったから、うん、もうガラガラ、フジテレビとかもそうだね、まあ何にもやってない、うん、昔おひげがしめぐみとかよう見ましたけどね、隠し芸でマルシア、マルシアとか毎日稽古してるやんみたいな、そんなのがありましたけども、まあそうやな、なくなってしもて、局でね、昨日、うん、昨日ぐらいも仕事してましたけど、うん、もう全然ガラガラでございます。なんか寂しいですね、うん、でなんかお正月のなんかあの番組表とか見ましたけども、あんまりこう見たいなっていうのも少ないくなってしまいましたね。クリスマス以降はもう収録あんまりしてない感じですね。まあ、まあそうでしょうね。昔はいっぱいあったんですか。もう多分さんまさんとか日本にいないでしょう。あ、もう多分どっか行ってはるとは思いますけれども、うん、もうほんま少なくなってしまいました。何したらいいか分かんないですよ、お正月なんか本当に。まあまあでも毎年恒例のね、実家帰られるんでしょ。あ、まあ分かんないですけどね、まだ海外の選択肢も残してますから僕は。あ、そうですか。まだ残してますから。お正月海外行ったことないですね。行ったことないですけど、まあちょっと行ってみようかなとは思ってますけどもね。いや、まだ分かんないです、全然。どうなるかはちょっと全然分かんないですけども。どうなんですか、あなたはそのビッグハットさんとどういうあれになってるんですか、お正月。お正月ですか。はい、お正月はお仕事忙しいんじゃないですかね。あ、向こうさんが、ビッグハットさんが。なるほど。あれどうだったんですか。何がですか。クリスマスは、クリスマスのビッグハットとクリスマス、ええ、なんで3取ったんですか急に。ビッグハットさんと何かあったんですか、ビッグハットさんとやっぱり、まあ、まあご飯食べるでしょ。どこで食べたんですか、ビッグハットさんとご飯。さあ、お家で食べたりするでしょ。クリスマス僕出かけたことないですよ。それ24ですか25ですか、実際のところ。チャリティーミュージックソン終わってからビッグハットですか。ミュージックソン行って、行って家帰りました。ビッグハットには行ってないです。家帰りました。家帰って自宅に帰りました。自宅にビッグ、自宅がビッグハットになった。自宅がビッグハットにはならないですねそれはもう住んでる区が変わってしまうんで。はいはいはい、うん、自分の自宅に帰って自分の自宅に帰って、そこにも駆けつけたみたいな、おったというか、まあ、ご飯食べました、まあ、何食べたんですか、こと細かく教えていただけたら何食べたかな、チキン食べました。あ、チキン、クリスマスやからチキン食べました。はいはいはい、どんな、太もも食べました。チキンのもも、はい、もチキン、もも、大きいやつね、そこそこ、もうチキン食べました、シャンパンとかも飲んで。シャンパン僕はあんまり苦手なんで、まあ、ビールとさな。あ、そうですか。僕ももう明石家さんたちに電話しました。見ましたよマーチ当たって、マーチびっくりした俺すげえな、すごいよ、もうええこともあるもんや思って。すごいそうやね、マーチ当たって、痛恨のミスですよ、ほんまに隠しゲストやったみたいで、ほんまでっか TV 出た、ああ言ってしまったね。でほんまでっか TV の方でって言ったら、さんまさんが、うん、それお前隠しゲストやでって言われて、うん、で後からあの電話かかってきて、ほんまでっか TV のプロデューサーさんから、うん、あれもう出しますねじゃあって言って軽く万全も、あれも一応隠してたんですけども言っちゃったってことで、じゃあ出していきますねって言われて、あ、すいません本当申し訳ございませんって、まあ血当たってしまいました。よかったね。いやもうほんまね、あの悪いこともありゃいいこともありますよ、ほんまにそう思いました。だってなかなか出ない、名前言っただけで豪華。そうですね、はい、こんなね本当にね、楽なエピソードはないですよね。そうですね、地獄を見た回ありましたですね本当にね、そういうこともあるんやなと思いましたよ。車当たるってすごいですよ。そうやね、ねえ、だからナイナイカーにしようかなと思って。ほう、ナインティナイン号、うん、知ってます、出川哲朗でもね、うん、出川車みたいなのあるんですからね、あの男。まあ事務所のルールに綺麗なでっかい車や、小さい体してんのに
腹立つ。だから事務所の車やもんな。事務所の車やけど、だからね、吉本ないから、吉本ないから、うちも、うん、ないないかみたいな、うん、マーチにしましょうよ。マーチの後ろに2人乗って現場まで行きましょうよ。もうマネージャー乗せて走るん嫌でしょ。回ってきてもらうの。回ってきてもらうんですよ。どっちが先か分からない。現場に寄って、うん、まあ楽やけどな。そうでしょ、相方が、うん、それもクラッシャー今角にですね、あ、もうしょうがないじゃないですか。どんな事故を起こすか分かりませんけれども。運転下手やからな、怖いな。今角が運転手で、で前にあの今角大谷が乗って、後ろに僕と あなたが乗ればいいじゃないですか。モニターもつけて後ろテレビ見れるように。まあちょっと距離あるとこ行くんやったらいいけどね。そうでしょ、うん、ほんならもう帰りなんですか、ちょっと飲みに行くわ言うてもいちいち車置きに帰ったりとか、そんなんしなくていいんですから。それは便利や。そうでしょ、日本放送も2人で入りゃいいんですから。まあ2人じゃなくてもいいでしょ。ないないかみたいにしましょうよ。まあまああってもいいですよね。そうでしょ。だからやっぱ止めておく場所も僕らがコンパクトですから自費で。どっか、ああそうね、どっかね、どっか駐車場ね、うん、そうそう、今かどっか大谷でいいんじゃない。どっか家駐車場取ってもまあまあ使えるしな、プライベートでも。そうそうそう、使ってもいいけどね、それは。うん、だどこ行くのか紙で提出してほしいっていう、うん、勝手にあれしたらね、うん、そうしましょうよ。まあいいよいいよ。ないないか、うん、ね、便利便利よ、うんうん、あの出川哲朗ですが、でっかい車乗ってやな参上しよるわけやからね。そうやな、羨ましい時もありますね。うん、この間もほんと久しぶりに出川哲朗と東野さんと3人で飯食いに行ったんですけど、うん、まあなんでしょう、一番先輩なんですよ出川哲朗は。はいはい。でまあ年上やな。タクシーで行ったんですけど、タクシー代を出したんですね出川哲朗が、珍しく。おっと思ったんですよ。おっと、兄さんやるなみたいな。ほんでお金払って、うん、でご飯食べたんですよ。ほんならもう出川哲朗は今日は俺が払うよって言って、そんなことまあないんですよまあないんですけど、あれだよ復帰祝いだよって言って、うん、岡村隆の復帰祝いだよって言って、うん、でパッとこうお会計来たんですよ、うん、でパッてあの財布開けたら、うん、東野に貸してって言ってはぁ、あ、みたいな。かっこ悪い。8000しかないよ。確信犯や。だって最初にタクシーでお金払ってんねんもん。そこで、あとあと、俺は払う意思があったんだけど払えなかったっていう自作自演なんですよ。まあ怪しいな、確かに。恐ろしい男です、あの男。ほんまに。まだタクシーで払わなくて、飯代ポンってね、うん、思ったがかっこええ。そういうのがかっこええよ。うん、一回開けてんねんから財布の中、うん、財布の中開けてタクシーで払ってんにもかかわらず、うん、8000しかないよごめん、うん、そうか俺は払うつもりはあったけどたまさかなかったんだっていうアピールなんですよ、うん、ひどいやつですそんなやつ今日そこで笑ってますけど。そうなんです。そうですね、今日は今年最後の放送ということで、はい、ゲストに出川哲朗さんをお迎えしまして、年末恒例企画、はい、僕たちのラブ&セックスを、はい、お送りいたします。あ、久しぶりな感じしますね。ちょっと去年ね吉木君のミスで、はい、出川さん呼ばれませんでして、東野さんがね、なんか来て、盛り上がりましたんでね、吉木君完全忘れたんですね、出川、はい、忘れという前代未聞のラブ&セックス忘れという、ことが起きてしまいましたんでね。そうですね、はい、ですからまああの出川さん、ね、年齢改めて聞いたんですけども、はい、46って言ってましたんで、46歳と岡田さん40歳。そうですよ。出川さんのお兄ちゃんいくつでしたっけ？お兄ちゃん。52。出川さんのお兄ちゃん52ですかね。これなんか面白いんです。出川さんのお兄ちゃん52歳。いや、面白いですね。多分俺らがから面白いやと思うんだけど。もうお兄ちゃんじゃないですかね、52歳になったら。でも出川さんが、おじいちゃんですか。取ったらいつまでもお兄ちゃんやろうけど。お兄ちゃんなんですけど、おじいちゃんなんですね。だからこれがどんどん面白くなっていくんでしょうね、そうですね、年取るほど。はい。ということで、いつものように恋愛と性にまつわる悩みなら何でもいいんで、はい、3人で答えていきますので、どんどん送ってください。はい、メールアドレスは、nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com ということで、よろしくお願いします。はい、
さあ、それでは始めてまいりましょう。ナイティナインのオールナイトニッポン。この番組は明治製菓、明星食品、日本音楽著作権協会、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、あ、ちょっとお姉さん注文お願いします。タン塩とジョーカルビー2人前と、そやな、あとユッケユッケユッケケ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 シュファイ。皆さん、ええ肉食べてますか？清水圭です。ナインティナインのオールナイトニッポン。岡村、ええか、塩は塩、タレはタレやで。それともう一つ言うとかなあかん。一回タレに入ったら、たとえ網を変えたとしても塩に戻ったらあかんねんで。清水圭でした。お、これわざわざ取ってもらったんですか？取っていただいて。ありがたいですね。いやー、ちょっとルール厳しになってません？焼肉ルール。ルール、はい、さら当時より、当時より厳しくなりました。やっぱ美味しくね、呼ばれたいっていう。そうですね。ことですからね。ありがたいですね、ケイさん。ありがとうございます。本当に。はい、さあ、M1 もね、なんかもう笑い飯が優勝して、うん、思ってた通り綺麗に終わっていきましたですけれども。収まり良かった。収まり良かったですわね。携帯のワンセグで見てたんですけど、途中で電池なくなってしまいまして、見えなかったんですけど、出川さんとか東野さんとご飯食べながらちょっと見てたんですけども、だからどんな感じになっていったのかっていうのをお笑い芸人でありながらまだあんまり知らないんですけど、ちょっともうあの空気はスリムクラブに。ね、会場の空気も。そうですね。キャラクターがね、面白かったですよね。これがまた、M1 終わるでしょ、うん、でもなんか、しんすけさんがまた違う形でまたなんかやらなあかんみたいな、そんなこと言ってはるじゃないですか。これまた怖いですよ。もし、この、なんて言うんですか、今までは10年、うん、10年以内みたいな。コンビ結成ね。あったじゃないですか。あれが全部取り払われて。いや、怖いですね。怖いでしょ。そりゃ怖い。ゾッとしますよ。まあ漫才、で勝負勝負やみたいな、はい。やめようやって言いますよね。僕も言います。でもこれがまたみんながね、例えば雨上がりさんが出るとかやね、はい、なってきたら、先輩方がね。先輩方が出る出る出るってなってきて、ほんなら今度、もうね、ないない出えへんねんみたいになって、こう、世間の風当たりも強くなって、あいつら逃げてるみたいな風潮になってきたら、怖いですよこれ。ほんまに怖いね。怖いよ。十分考えられるもん。まあコンテストやもんな。そうやで。もうでも取ったからな、 ABC とか一応取ってるけど、またそれがなんか肩書きハードル上がってさ、こう嫌や、嫌やな。だから俺何回も言ってるけど、5年ぐらいかかるでコンテストに出ようと思ったら。もうそのブランクあるから、ちゃんとネタを、まあ、何本やるか分からへんけど、まあ、2本やるってなったら2本作らなあかんやん。でも2本作ったとしても、その2本が完璧な出来かって言ったらそうじゃないから、何本か作らなあかんねん。その倍以上。まあまあそうですよね。6本ぐらいやって、そっからルミネとかに立って、感覚言える？君何言うてんねんみたいな。そう、君とか言うてなかったけど。言うてへんかったけど。まあ漫才な。漫才っていう。はい、どうも。自然にできるかどうかやな。はい、どうもっていうのがもう多分不自然に感じると思う。俺らが出て行って、はい、どうもって言うたら、もうそれがすごい不自然やと思うから、その自然な形で入っていけるようにするには、ごくごく、テレビで会話してるナインティナインのような感じでいかなあかん。そうやね。いやで、だから昔の形やともうちょっとできないですよね。できへん。ごまかしてやるしかないもん、テンポで。パパパパパパンっていうこの、このテンポでやっていって、ごまかして、ああ、うまかったなぐらいの、テンポあったなっていうぐらいでやらんとあかんねん。あと、ものすごい練習。もう嫌やろ、練習すんの。いやいや、そら恥ずかしいし、そら練習、多分練習好きなお笑いいないでしょ。
まあそやけどよっぽど練習せやな。そうそう、恥かくだけやからな、はい、まあでもまあもう無理やな、あの戦ったところで負けるわ、うん、漫才で、うん、っていうのほんまに正直言わしてもらうと負けます、うん、だからもう出ません。なんか収録入れてもらいましょうよその日。生放送でしょコンテストやるとしたらね。怖いな、みんなが出始めたら。うん、M1 やけどもう、うん、ゆくゆくこう漫才もコントも全部一緒くたになって、うん、もうお笑いの誰がおもろいんか決めようやみたいな。そうやんか。誰が言い出すの。それはもう一発ギャグもあるしやな、モノマネもあるしやな、もう何でもありのお笑いの戦いなんね。怖いな。それはもうだから言うたら10人組とかもおるやろし、ああまあまあ5人組とかもおるやろし、うん、そういう戦いになっていくね、うん、世界からも来るし。え、お隣韓国とか。なるほど、 K-POP グループみたいに、うん、K-POP みたいに来るし、うん、からのモノマネみたいなんとかも出てくるし、うん、これも中国からも来るし、うん、な、うん、もう雑技団みたいな、面白いのか面白くないのかもちょっとわからん。わーみたいな、体やらかーみたいな。そんな韓国の軟体おじさんとかも出てくるわけやん。すごいで、そうなってきたら。すごいな、このあの笑いの祭典。うん、怖いわ。賞金も上がるやろしな。そうそれ上がるよ、ものすごい。サムスンとかもスポンサーにつくし。つくの、つくからもうすごい、想像ではすごなってくるよ。うん、サムスンやらもうロッテホテルとか。ロッテとかもつくし、うん、すごいスポンサーが、すごいよそら、うん、もう何あの中国野菜のやつとかもつくし、スポンサーいっぱいつくから、もう賞金だけでもすごいもん。そうやな、そうそうそう。でもそっからまたこうアメリカとかにも行くし、うん、イギリスとかにも行くし、うん、な、世界デビューも、ビーンみたいなの出てくる、ビーン出てくるな、うん、絶対ビーンと変なおじさんが対決するね。志村さんとなんだ罪はっつって、それはもう客で見てたいな、客で見てたいな、参加したくないよね。そんなん俺も絶対嫌よ、そんな同じ、そんなん言うてた金ちゃんとか出てくるねで、ふわっつって金ちゃんも出てくるし、さんまさんとかも出てくるかも、たけしさんとかも出てくるかも分からへんし、怖いな、怖いで、そんな、うん、もうやめよう、そういう戦いやめよう、うん、俺そんなの主治医から止められてるから絶対あかんわ。もう争うみたいな、競い合うのやめようって言われてるから。そういう気持ちをなくしてるから。あ、自分の中で。なるほど、わかる、うん、今までやったらなんかこう誰かが笑い取ったら、うわ笑い取られた、クソーと思って、これよりもわもう一個かぶせなあかんのかと思ったり、うん、してたけど、うん、今はそういうのあんま考えてないから、うん、面白いこと言ったら普通に笑えるようになってるから、うん、だからもう無理、争い事は。時代だからさ、あなたの妄想でしょ、まだ。あ、妄想やけど、現段階ではなんかそうなってくるんちゃうかな思って、ゆくゆくやで、うん、まだ分からへんけど、まあなあ、うん、あってもおかしないよね。だってな、うん、吉本興業は、うん、言うたらあの海外のな、ハリウッドのなんかとも契約してんねんもんな、うん、しゃねんで。そうなの、だからゆくゆくそうやって、うん、あの日本が今まで舞台やったけど、うん、海外 の、 そのアポロシアターみたいなとこで、うん、全世界から、うん、こう面白いやつ集まれみたいなって、うん、な、怖。予選もあるしな。そうなってきたらもう怖い。俺またパッカーンなるわ。だから、だから考えんのやめたらいいじゃないですか。やめよう。それはやめよう。決まってもないしね。決まってもないし。すごいわ。ほんまやな。な。うん。宮迫さんとかも緊張してたで。なんか M1 の審査員やる。いやー、あれは緊張しますよ。そう。あの、ちょっと前に会ったから。どうします？自分だけ。紳助さんとか松本さんと全然違う点数出してた。って言ってた。いや、それやったら言われますよ、って。宮迫さん。いや、怖いよ、それ。笑いの感覚ずれてんじゃん、って。2チャンネルで言われますよ、って。そうやな。めっちゃ緊張してきた、って言ってた。あれ、だから、審査員も大変やんな。審査員ずれたりしたら。宮迫さん、大竹さんは、なんか、大変そうやったもん。そうやね。
M1 漫才のな、コンテストやのに二人ともコント師やっていうところが。コント師で紹介されてましたからね。そうやねんな。そら大変。緊張したって言うてましたからね。世界最速のスーパーコンピュータ、テンが10万点。ナイティナインのオールナイトニッポン。小松千春、無敵より、イメージ AV デビュー36点。ナイティナインのオールナイトニッポン。さあ、それでは、はい、年末恒例のスペシャルゲスト、出川哲朗さんです。どうしました？お前な。しゃあない、なんだよ、じゃねえんだよ。タクシーの中で、な、一回でな、お金見たって、その時点でいくら入ってるかなんて、いちいち見ないだろ、お前。ほんなんなんで、お前、今日はおごるわ、みたいなこと言うん？いやいや、だから、それはお前の不機嫌だから、うん、ね、財布の中身なんていくらだか確認しないから、うん、ね、俺はカードとか使わないから、うん、ね、そんなら、じゃあ今日は俺が払うよ、つったら、8000円しかなかったんだから、しょうがないだろ、しょうがないだろ。大体分かってますよ、大体さ、俺大体、まあ、やらしい話、大体10万ぐらい入れてて、うん、そのね、なくなったらまた補強するっていう作戦だから、うん、だから、その、なくなった、で初めて補強するのよ、うん、それは分かりますけど、だいたいそのね、復帰祝いっていうの分かってんのやったら下ろしてこいよ。違う、あの日はまだ復帰祝いまた別でやるっつってて、あの日は旅猿の収録で収録終わりにたまたま行こうってなったから、でも言うたんでしょ、復帰祝いでって。あ、まだ食い終わった後ね、そう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 、言ってしまったらダメじゃないですか。そうそうそう、言うてて、自分から言うてて、8000しかない東野にちょっと貸してよっていう、そんな先輩俺見たくないっすよ。ほんまに。いや俺は、じゃあ正直言うか、正直言うと、なんな、うん、なまたお前がな、財布とかな取り出して、うん、またあ、お金がない、お金がないとか言い出すだろ。だから俺はあ、そんなことあるんすか。そうそれはだから僕が病気の時でしょ。いや、なったんでしょ、お金ない、お金ない。なりました、マックスの時。そうマックス。なったけど、俺は金がなくてもそれを、あの、とにかくこの男に財布を見しちゃいけない、見しちゃいけないっていうのが常にあるんだよ。お前はまたポカーンとなるんじゃねえかなと思ってよ。普通の人はお金が本当になくてお金がないって言うでしょ。この人お金があるのにお金がないって言うから、その時はないと思ってんから。だからその時ぐらいほんまにね、ポンとお金下ろしてこうパッと、出してくれたらね、かっこええなと思うのに、そういうところができないっていうね。うん、詰めが甘い。尊敬できない人。いや、だから、まあ、別日で山ほど怒ってやるよ。これはしょうがないけどな。これは。だから、あれは、わざとじゃなくて、その日たまたま8000しかなかったんだよね。あの、年末だったしね。そう。で、また、フェードアウトしていってるじゃないですか。レガさん、これね。はい。あの、2年ぶりですけども、はいはい、話せます？ラブ&セックスの話とか。いや、いくらでも話せますよ。そのセックスレスとか、はい、もう世間の人も知ってしまってるんで、はいはい、本当に出川哲朗答えれんのかみたいな。全然でしょ、あんた、うん。もうローションでしょ、大体。何ローションでしょって。ローションばっかりでしょ、あなた。その、ラブ&セックスですけど。使わないよ、俺は。俺はローションなんて使わないんだよ。俺、天がもう全然だったのよ。全然これね、天がの話とかしても大丈夫。大丈夫よ、うんうん、天が入れへんっていうね。そう、天がね、使い方間違えてんねん。間違ってないっちゅうの。 US サイズとかあるから。全然入んないんだよ。嘘や、そう、本当に。だから全然気持ちよくもない。自分はあの空気穴の方から入れよう。入れてないよ。そら入らへんわ。入らへんねん。入れてねえよ。もうあまりにもみんな芸人が言うから。ちょっと女の子わからないでしょうけど。そう、女の子わかんないだろうけど、ケンコバとか竹山とかみんな言うから、すっげえ楽しみにしてたのに、正直もう全然入らないの。入らないの。だから、まあ、それか、ほら、俺の状態がすごいことはもう皆さんご存知だろうけれども、だからそれだから入らないのかもしれない。日本製だと分かんない、それは本当に理由は分かんないんだけど、でも本当に入んないから、もう全然気持ちよくなかった。あ、そう、うん、まあ、だから、まあ、あの、セックスちゃんとしてますか。何が。お前に言われたくねえよ。まあまあ、お前なんて全
切してねえだろ。お互い俺なんか、毎年こんな、お前こ毎年こんな言い合い、毎年やで、これ。結局同じことしか喋ってる。お前がしてる。おかしいやん。違う、お前だって、お前こそ、お前こそ本当に。お前こそさ、お前嫁おんのに。嫁いたって、お前嫁いない、嫁いないけどよ、お前ローションだろ。結局ずーっと何年間もローション。いや、これはどっちが恥ずかしい？嫁おんのにベースケさせてもらわへんで、天が入れへんって言うてるやつと、俺嫁いてないけど天がでやってます。AV 借りてます。どっちが情けない？お前やんけ。いやお前の方がやわい、まあ、お前なんて、お前風俗の姉ちゃんに電話番号聞いて断られてんじゃねえか。お前そっちの方がよっぽど恥ずかしいだろ、お前な。初耳や、初耳やで。去年なかったから言うけどよ。どういうこと？詳しく教えて。お前よ。それお前そんなこと言うんやったら。詳しく教えて。俺はずっと伏せてきたけど、あの時お前と一緒に行っとんねんからな。違う、俺じゃない。俺は人に聞いたのよ。俺の友達の芸人で。誰だっけな。そう、有野か、有野も結婚してるのはダメだな。誰と言ってんの？ほんまに行ったやつ教えてよ。出川さんでしょ？俺じゃない、俺じゃない。俺の友達の芸人と。ないやねんな。俺の友達の芸人とこいつが行ったんですよ。はいはいはい、そうでね、五反田行ってね、はいはいはい、そうしたらすごい可愛い子だったらしくて、そんならその子の方が、はい、私岡村さん大好きなんですよって言って、はいはいはい、もうすごいスペシャルサービス、はいはい、サービス前にまず岡村隆史にまたがって、またがってまずこの岡村隆史の上でセクシーダンスを、そんなんもやるんすか。いやもうそれ大好きだから、岡村隆史のことは踊るんすか。そう、びっくりした、その優先かけてさ、はい、踊ってくれた。どうなのそれ。いや、そのびっくりした、そのぶったまげたよ、そんなでもそれ必要ないでしょ、客からしたら。必要ないけど、それもそんなことなんて、まあ日常でないから、非日常や。ないないない、そうやで。それにものすごくわええなと思ってええな思ったんかよ、ね、うん、うん、で、一か八か、連絡先、はい、あのお店の子に、連絡先教えてくれへんかなって言ったら、ダメですって言われて。プロやん、プロやんか、なんでそんなこと言うん。いやいや、その前に向こうがよっ相当岡村さん大好き大好きって振ってたらしいのよ。なるほど。ほんで、ちょっとセクシーらしい、こいつも調子に乗って、普段そういうこと聞かないのに、聞いたのはあんまり聞いたことないでしょ。いや、まあんまできないですからね、そういう。プライベートの子にさえもそんなことできないのに、相当来てたんでしょう、ね、そう、相当気に入ったらしくて、思い切って、あ、そんなに俺のこと好きなんとか聞いたらしい。アホやほら、お前言い過ぎちゃうんか。そんなの、お前だけ帽子深めにかぶりやがって、五反田で。赤っ端だろ、お前。俺じゃねえよ、俺の友達だよ。五反田のど真ん中で、風俗のメッカのど真ん中でやな、ポストのとこで待っといてくれ言うと、俺剥き出してポストのとこに待っとったやん。バレバレ。道行く人みんな俺の顔見て。どこ行ってたかバレバレ。お前だけ茂みで帽子かぶって。俺じゃねえよ、俺の友達だよ。やがって。そうだったらこれも自信満々だから、もうそんでも好きです好きですとかなんとか言うから。忘れられない。そう。じゃあ今度よかったらちょっとご飯でも一回電話番号教えてよって言ったらもう。いや、そういうことはできません。もう、お断りです。大好きですけど、それはそれ、これはこれですから。断る？もうかっかっこ悪いもん、かっこ悪い。向こうからしたらもう、変化の内心ないんだよ。向こうから断られてんじゃねえよ。そんな恐れ多い。どうだよ。みんな気になってんのがさ、その後のことですよ。その後っていうの？なんで聞いてどうすんのっていう。それやったら聞いて、聞いて、お店の子やのに聞いて、聞いて、で、なんちゅうの？単体で、やってもんだ俺。あ、お前はこいつ。あ、Hello, my name is Tetro Degawa. I am a sexless talent. 99 All Night Japan. Hard sex in 2011 year. Goodbye.僕たちのラブ&セックス。さあ、2年ぶりに帰ってきました僕たちのラブ&セックス、はい、リスナーのね、恋愛と性の悩みに、我ら3人で答えていきたいと思います。大丈夫かね、ほんまにセックスレスの人招いて。いや、ほんまほんま、それもう普通に来てんねん、はい、あのラジオネーム空豆、はい、
出川さん今年奥さんとエッチしたんですか。あ、今してません。はい、もう全然してません。でもそれはいいんです。もう全然いいんです。なんでですか。奥さん抱かへんかったらどこであなた誰を抱くんですか。いやいや抱くとか全然ないですよ。もうそんなのないな。もう何度も毎年同じこと言ってるけど、うん、そのエッチよりも深い愛があるから一緒に入れるわけで、うん、そんなことよりね、さっきの話続きがあるんだけど、ね、何なんですか、まだあるんですか、ね、出川さん。そう、うん、ほんで電話番号聞けなくて、はい、店出た後散々もう怒ってんですよ。あんな野郎あんな野郎って教えてくれなかったって言ってすっごいずっと切れてるんですよ。はい、はい、それからね3ヶ月後ぐらいかな、はい、また行こうっつって、ええ、小野隆と俺の友人の芸人がまた、はい、また同じ店に。もう出川さんバレてんで、そのくだり。これだってこれ俺だって言っちゃったらもう俺頭おかしいでしょ。いいですよ、じゃあそれいいですよ。俺の友達の芸人と小野隆がまた店に行ったらしいんですよ。はいはいはい、それたらねそこで、ええ、あの写真で、ええ、あの選ぶのよみんな。はいはいはい、そしたら、うん、この男、ええ、またその電話番号、うん、断られた女の子を指名したのよ。会いに行ってるんじゃないですか。そう、そのええー、と思って、はい、ああでもいいんだいいんだとかなんとか言って、はい、まあ一応あの可愛かったしみたいなことで、はいはい、ほんでまたあの1時間半後ぐらいに合流するんで下で、はい、そしたら俺がどうだったっつったら、はい、今回は絶対いつでも電話番号聞かなかったとか言って勝ち誇って要はもうね、あのそれ恋人同士の感じだったら分かるでしょ。じゃあ そのこれはお互い駆け引きであの向こうも聞いてほしいみたいな空気出してるんだけどはい、はい、俺は今回意地でも絶対に悔しいから聞かなかった俺からは俺んとか粘ってんのおいおいおい、それもうカップルおいおいおい、カップルの会話だろ、お前。カップルじゃねえんだよ、お前はな、お金が発生してんだよ、そこには。俺はな、別にな、そんな五反田に行かなくても別にいいねんけど、お前がなんか、行こうかみたいな空気出せやんお前が空気出すんだろ、お前、帽子持ってこいとかよ。おかしいな、俺2万しか使ってないよ。出川さん4万ぐらい使うんだよ。おかしいな、変やな。値段違うね。なんでやろ。値段違うねや。なんでやろな。それはオプションがあるとか言ってたからね、それはよくわかんないんだけどね。いやすごいでしょ、そのそういうエッチなお店の女の子とそういうなんていうの、うん、あの恋の駆け引きじゃないけどそういう大人の社交場やん、その時間は恋人同士やん人やろ、それでええねんて。お金払ってるからね。なあ、お前みたいにそのガチでな、うん、お金高しじゃんけんだよって言って、うん、じゃんけんでな。ちょっと待って、何言い出すのお前。怖いや、お前怖い。ちょっと待って、何言い出すの。何じゃんけんで。ビーチククラブの話やんか。ちょっと何じゃんけんってなんだっけ。ビーチククラブの話やん。何じゃんけん。二人チョイスするやつあったやん。いやいや、ちょっと待って、お前バカじゃないの。お前ラジオだよ、ラジオだよ、考えろちょっとよ。そんなもんガチンコでや。ガチンコで受付じゃね、うん、最初はグーッハッ言うて、もう受付の男の人も笑ってるわ、もう。お前負けたらブチ切れてるじゃねえかよ。どっちもどっちや、目くそ鼻くそやね、うん、いいっすよ、出川さん勝ってんなもん。ほんだ一人な、選ばしてえな。まあまあ、まあ、1回でええやん、じゃんけんなんか。一万ええ人選んで。うん、必死なんや。ほんだまあ、なんちゅうの最初出川さんが選んで、うん、俺が出川さんって言うてもてるけど出川さん選んで俺が選んで、でええやんか、はい、な、うん、でも二人選ばなあかんから、ビーチククラブやから。ちょっとルールわからへんねん、俺それみんなルールわかんないし、ルールわからへんねん。二人目の会話自分の口で言うたら岡村隆史ウェルカムビーチクやってもらったなんすかそれ。ウェルカムビーチクやってもらってないの。うわ、なんすか出川さんそれ。初めてできた単語。ウェルカムビーチクやってもらってないんだ、バカだなお前は。ってちょっと待って、お前生き慣れてる感じ。ちょっと待って、お前これ汚れのラジオじゃねえかお前は汚れじゃないですか、ね、歴史のあるラジオなんですよこれは。俺はもうパッパッパッと選んでいきたいの、ガチで。もうじゃ三色じゃバーシュラーみたいなほんで1番人気2番人気の子いてないから 3番人気の子と4番人気取られて、うん、俺もなんかわからん、歯ガチャガチャの女の子そういうことは言うな。それはもうしょうがないよ、そういうお店で。やっぱあの電話番号はあの教えてもらえなかった頃からおかしくなりだした、ね、多分な。あれ理由。あれ、ね、それ理由だ。あれからだってなんか。それ理由で5ヶ月仕事やってた。あれからなんかもうイライラしだしたからか。あれはショックやったな。ショックやったな。あれはショックやった。何のために頑張ってんのか分かれへん。
一生懸命頑張ってんのに。そんなんええねん。でもな、出川さん、変わってないですよね、昔と。僕、結婚してちょっと、やっぱり、おとなしになりはったんかなと思ったんですけど。全然。まあ、基本全然おとなしいです。合コンも、もう全然しなくなったし。はい。旅猿で韓国行ったじゃないですか。出川さん。あ、行ったよ。行ったよ。行った行った行った。もう暴力やめろよ。暴力じゃない。出川哲郎暴力じゃないよ。アベッチなんか痩せたんじゃねえかなと思って疲れてんのよ。岡村さん休んでる時僕疲れてんじゃねえの。疲れてんじゃねえの。うわ、マジ握りや。出川哲郎たまにある。怖い怖い。たまにあるで、本気でこのあれやるとき。マジ握りマジあかんとき。いや、これ僕事実を今からね、話そうと思ってるだけで。旅猿ほんまにほとんど寝てないんで一泊二日で、でなんか知らんけど出川さんがどうすんの東のリータやめっちゃどうすんのってめっちゃ聞いてくるんですよ。海外行ったら強いからな。違います。それは正直言うと一泊ほら二日の手だけどほら二泊目も帰れないから泊まるじゃない。だから本当は二泊三日なんだけれども、うんうん、その時に、うん、ほらもう旅猿でもうねああいう番組だから皆さん疲れてるだろうつって、うんうん、ツッツンさんまあ、聞いてる人だったら分かるだろうけど、ツッツンさんが、もう3人とも疲れただろうから、マッサージ行きましょうよ、って言った。そう、だからマッサージ行きましょうよ、って言ったから、で、東野人とやべっちどうするって俺は言ったのよ。あなたでもその、なんていうの、海外行ったらめっちゃなんか頼もしいですよね。Hey, you, 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 you! Come on, c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 ome on! No, 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 no. これだけで生きていくからね。成立するから。Hey, you, 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 you! Come on, come on, come on, come on! No, 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 no.最悪な人間に思われるだろう。はい、yes, yes, 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 come on, come on, yes, come on, yes. No 言わないです。これ。いや、ほんでね、出川さん。頼もしいわ。その時、だから出川さんは、僕と東野さんも、あ疲れてる、僕寝ますわ、言って、言ったんですけど、出川さんは、あ俺疲れてるから、じゃあ、マッサージ行くね。そう、そうです、そうです。マッサージ行くね。そうです、そうです。って言って、あ、ほんまですか、じゃあ、はい、俺、じゃあ、本当に出川さんって大人になったんやと思って。ほんで、なんか、聞いたら、ツッツンと、同行ディレクターがツッツンと言ったんですよ。ツッツンがもう次の日に、速攻僕にね、もう出川さんひどいっすよって言ってきて、でいや、ツッツンから聞いたことそのまま言いますよ。出川さんいないとこで言ったんで、出川さんが、女の子に聞かれてたんです。マッサージ、普通のマッサージか、ノーマルマッサージ、スペシャルマッサージって、出川さん聞かれたら、もう食い気味で、スペシャルマッサージって言ってたんでしょ。それ、それ言いましたよ。それ、つつんかい。別にスペシャルマッサージっていうのは、変な下半身のマッサージじゃなくて、スペシャルな、握り方が熱い。言うときますけど、あなたが考えてるような性的マッサージ、性的欲求を満たすようなマッサージではないですよ、多分。そうですよ。そうでしょ。だからスペシャルのって言ったんですよ、僕。でもあなたは多分海外行ったら全てスペシャルマッサージ。違う、もう、きつくやってっていう、普通のマッサージより。ヘビーマッサージ。そういうことですよ。ああ、それがスペシャルマッサージやと思ってるわけ。そうです。だからあれは実際体験してみてそうなんですか。そうそう、本当にリアルマッサージだったの。リアルマッサージだから。そうそうそう、だから俺はあれに関してはもうただ本当に疲れてたから。疲れてたから。そうです。必死やな。一向に出川さん、はい、必死やな。大変やね、結婚したら。もう別れたらええねん、嫁と。セックスレスで。セックスもさしてもらわれへんな。そんなんやったらもう嫁と別れちゃええねん。だって俺よりツッツンさんの方がひどいよ。女の子、お店の人に女の子どういう人がいいですかとか、どういう人がいいですかって言ったらもう、少女時代、少女時代って言ったら、わかりやすい。わかりやすいと思う。だからバチ当たってあの人倒れて。そんなこと言ってるとバチ当たんねんって。少女時代いませんって言ってんのに、いやいや、少女時代、少女時代ってずっと言ってたからね。かわいそうな人や、ほんまに。ちょっといろいろ悩み来てるんで、答えてあげてください。暑いて、汗かいてるやん。何やねん、暑いんで。なんで裸やん。なんで今ので。なんでそんなんで汗かくねんな。暑いんだよ。この番組が。動揺したんでしょ。大丈夫です。ペンネーム、山形県岩市。セックスをしてから一人エッチの回数が激増しています。うん、今では完全に一人エッチの方が気持ちよい状態です。結婚して数年になりますが、うん、ほとんど一人で済ませることが多いです。正直セックスは面倒に感じています、うん、無理でもセックスした方がいいんでしょうか。いや面倒やねんから、うん、面倒ってなってんねんから別に一人エッチすればいいじゃないですか。
で、一人エッチの方が気持ちいいに決まってんねんから、うん、大体。そうなの？自分で自分の一番いい感じの、うん、握力。そういうのはあるじゃないですか。加減できる、ね。加減ができるから、うん、やっぱりそうやっていろんな五反田行ったって、ちょっと強かったりとか、ちょっと弱かったりとか、いうことがあるわけじゃないですか。そのローションでごまかすという。でも一人エッチだったらよ、うん、その五反田のお姉さん見とくよ、あんなダンスは見れないわけよ、うん、あのダンス、お前またがってるダンスを見て、うん、お前はいつもよりも興奮したわけだろ。俺はいつもより興奮した。そうだろ。俺はいつもより興奮していた。だからやっぱ一人エッチよりいいじゃないですか。だから一人エッチよりそっちの方が絶対気持ちいいわけじゃないか。アホやな。最終的にでも自分でしこって言ったんだよ。知らんわ知らんわ。そう、時間ない言われたから慌てて。そやで最後は結局一緒じゃないですか。最後も自分でわーってやって、ありがとうございました、時間ないっちゅうのも、時間ないって言われて自分で行って、ほんで電話番号を断られて。そら切れますわね。いや、こっちは先輩と言っとるからな、あんまりこう延長とかもあかんやろし。なるほど。言うたらもう電話かかってきたらもういつでも出れますよっていう状態にしとかんとあかんからやな。いや、本当は延長したかったんだ。延長したかったけど、やっぱ一緒に帰らなあかんしやな、うん、だから俺はもう、まあ、もう時間なんですけどって、分かった分かったって言って、もうすぐ行く。出川さんのこと考えながら、考えながら一人一人そうそうしてたんですね。なんかもうなんだよまだかよって言われるような、そんなんがもうずっとあったから、もうそんなんもう自分でやりますさ言って、最後はそうなったんやん。結局それの方がやっぱシャッといくねんから。面白いなぁ。やっぱり二人ともぜ。すごいなこの男。やっぱりリスナーの悩みに相談乗るに値しないですよね。今の答えとかも。何がですか？ちょっとほんまにリアルな悩みとかあるんで、ね。そう、リアルな、リアルなんちょうだいよ、そんな、はい。ペンネームレオン。今日はラブ&セックススペシャルということで相談なんですが、はい、今私39歳の方に片思いをしています、うん、その方彼女さんがいたんですが最近別れたそうです、うん、一度食事には行ったことがあるのですが、それ以来行けてない状態で今に至ります。メールをするといつもエッチしたいとかキスしたいとか送られてきます、うん、その方とはそんなことしたことないのにいつもその内容が送られてきます、うん、これはもう脈なし、あるいはできたら一回きりなんでしょうか。お三人さん、もしこの立場だと女の子はどのように見ていますかということで、相手がどう考えてるかということですよね。まあもうこれはもう彼女にはすごいかわいそうだけど、もうめちゃ軽く見られてますね。あ、職業はお三人さんに近い仕事をしています、相手の方。えその相手の方の職業は、なるほど、三人に近い職業、業界やな、業界の人やな。まあそうやな、うん、まあだから一般的に言われる分には、そのセックスフレンド的な、うんうんうん、ね、都合のいい女っていう風な扱いを受けてるんでしょうな、うん、相手がどんな人か分かんないですけどね、一般人なのかそれも業界の人なのか、うんうん、それは分からないですけれども、うんうん、そんなんから考えると僕ら芸人の方がものすごいスマートです。分かりやすい、分かりやすい、そのちゃんと喜ばしてあげて、飲み会とかでも、うん、ちゃんと喜ばしてあげるし、うん、楽しませてあげての、うん、流れのセックスやったりするわけでしょ。僕はあんまその日に、うん、行くこともないですけれども、まあ分かりやすいよね。そうです、ガツガツ、はい、でよっぽど男前なんでしょうね、うん、その彼というか上から来てるっていうことは、その方とまだそんな関係もないのに、うん、そんな内容が送られてくる。なるほど、試されてんねん、あなた。それそれでも来るんやったら、もうその儲けもんですからね、男からしたら、うんうん、何見とんねん。楽やわな、男からしたら。いや、じゃあどうすべきなんだよ彼女は。いや、もうそんな男やめといたらいいんですよ。そんなメールでそんなんね、うん、あれしてくるようなやつとは、うん、ね、そうでしょ、ね、こういうね、うん、もうね、もう小学生みたいな答えしか出さないんですよ。ね、はいはいはい、どういうことやな。もうそれはもうあなた自身なんですよ。わお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 
ナインティナインのオールナイトニッポン、アイアムセックスマシーン、出川哲朗でした。懐かしいですね。懐かしい。なんで裸やねん。完全になってる。完全裸やん。ペンネーム2日目大将、意中の女の人にこの男性とセックスしたいわと思わせるにはどういうアプローチをすればいいですか。この人したいわって。女の方から、うん、女の人の方から男性にそうですね、してあのしたいわと思わせるようにそう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 。うんうんうん、難しいな。もう半分チチ掘り出してるみたいな形で出てるみたいな。でしょ。避けるでしょ。いやそれはだからあれやで、ボローン出てるんじゃなくて、うん、女の人の方がってこと。うん。じゃあ なるほど、ね、そう思わせる。なるほどなるほど。そうそうそう。抱かれたいわって。うん。抱かれたいわって思わせる。あ、それは簡単だよ。何？え？うん？グロス塗ればいいんだよ。アホちゃう。グロス。グロスだけで済むと思って片乳やって。片お前アホじゃないこれ。お前の答えはさ、本当に小学生の、しかも低学年の答えなんだよ。グロス塗ってないぐらいで。バカじゃねえの、お前、片乳出してたらその前に捕まるし、お前みんなにやられちゃうだろ。あんた両乳出してる。俺は今両乳出してるけど。ラジオやろ。違うんだよ。あ、ほんなら例えばノーブラとかにしたら？ノーブラで、うん、ちょっとピタッとした、ピタッとした服着て、まあ、露出の高い服装は一つですよね。グロスなんて、グロス塗ってたからって別になんてことはないで、口ベタベタやん。ただグロス塗んじゃなくて、二人だけでレストラン行くのよ、まず。うん。で、ご飯を食べる。食べる。で、ごちそうさまでした、最後のデザートでアイスクリームを食べる。うん。その時に、まず舌で、ペロッ。唇をやらしく舐める、うん、相手の目を見ながら、あるないやそう、うん、そんでもうトイレ行ってくるっつって戻ってきた後
に、うん、そこで、うん、今までの、うん、岸辺にと違う、うんうん、もうあ明らかにさっきと違う感じのグロステッカテカのやれば、うん、もうそれは合図なのよ女の子の。どういうこと合図って。いやもうあの私を抱いてっていう、いいわよっていうこと。そう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 、敏感な男だったらおぐあの唇に変えてきたねってわかるのよ俺は見てるから常に女の唇をそうたらそこであれあ意識してるわなっておかつくわあの思うから。えグロス塗ったらその男性を誘ってるわけ。そう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 、ただだからあの目の前で例えば塗ったりちょっとやらしく塗ったりとか、ただもう本当に塗ればいいってわけじゃないよ。そんな目の前で、あれトイレ行ってんのにトイレで塗るって普通。その目の前で、目の前でこうグロス塗るなんてことはありえへん。だからトイレでもいいのよ。トイレでも戻ってきたら、うん、あのね、行ける男は見てるから唇を。うん、そしたらあれ唇が変わってる。あ、うん、これはキスしてっていうことなんだなってわかるのよ。そんなね、お前トイレから戻ってきて形しないでたら、お前もう、ね、お前、なんでどっちができるかやったら、グロス塗ってんなっていうのと、形しててんなって、どっちできるかなってなったら、形しやんけ。形し出してたらもう引くだろう、男の方が。引くかもわからんけど、あ、できるって思うやん。お前らよ、この女危ないと思っちゃうよ、お前。危ないかもしらんけど、その危険な橋渡ろうと思うやん。そんな橋渡りたくねえよ。ほんと、もうなんか差ついたねこの2年で お前とのこの回答ね、もうこの回答の差。いや何にも変わってないですよ。小学生レベルだ。数年前から結局距離感やて。小学生レベルびっくりするわ本当に俺これ普通に考えてグロスなんか分かりづらいと思うもん。グロスがほとんどの女性グロスとか塗ってるで、もうもはや。いやいや塗ってない人もいるし、アンテナ立つ男は見てるから。だから意識してたら化粧直しトイレよう行くとか言うよね。そう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 。ほんなら例えばほんだら出川さんがな、グロス塗ってる人と形出てる人とどっち見るよ。いやいやいや、俺グロス塗ってるを見るよ。形出してる女怖くて見れないもん俺。直視できないよそんな女よ、怖くて。ちょ待てよ、まず触れるの同じ顔してるとしようよ。同じ顔しててグロス塗ってんのと形出てるのとどっちだよ。グロスね。なんでやねん、同じ顔してねんで。お前怖いだろ、おい、道端で形出して歩いてる女、お前直視できんのかよ。歩いてないとしようよ、座ってるとしようよ、ファミレスで。同じだよ、女の。どちらと同じだよ。ほんとくだらねえ、お前の会話。ほんとくだらねえわ。怖いな。絶対形違うわ。くだらねえ。怖いな。どっちか選んでください、今の二択。二択を選んでください。怖くて見ないなんて嘘や。絶対父見るわ。ペンネーム。お、これは、夫婦でリスナー。あら。ありがとうございます。ナイナイのオールナイトが始まるまでに済ませようねと言って、ついさっき主人とエッチし終わりました。うわすげえ。悲鳴始めならぬ悲鳴納めです。お三人さんもう納めましたか、それともこれからですかという。僕はほとんどもう納めてますからね年間通して年間通して納めてますからそんなのもう納めてます。納めました。まあそれは正直俺も納めてますね。そうでしょう。そんな奴らがラブ&セックスなんでも生徒悩み答えますやっぱ。じゃあこの質問はね、逆にやべっちに答えてもらいましょうよ。お前そのさ、そうそう、ビッグハット切りみたいなのは、ビッグハット納めみたいなのはどうすんの。俺も納めたんちゃうかな。もう、あ、もう納めたんだ。考えたら納めてますよね。もう明日一日でしょ。もう大晦日やもんね。明日は忙しいの。はい。あ、そうか。はい。忙しいですよ。知ってます、タッチバックセックス。え、何それ、何それ。TBS。え、タッチバックなさるの。タッチバックセックス TBS。僕一言も言ったことないです。TBS で、ね、頭文字取ったら、タッチバックセックスにうまいことなるじゃないですか。あ、なるほど。一番好きなタイヤが。うまいなぁ、言うて。あ、なんだ、焦った。くだらねえな、お前は。もうちょっと今の俺の興奮を返せよ、お前よ。ただ、リスナーが送ってきたんですよ。ネタはがきで。ああ、すごい。俺ね、興奮したね、今の。ほんま思うんですけど、出川さん、なんで結婚したんですか。何が。いや、愛し合ってるからですよ。今も、めっちゃ仲いいですよ。なんで愛してたら、そのパンツを下ろそう
って思わへんのですか。だからもう何十回もこの会話してるだろう。なあ、押し問答になるからこれは、うん、もう愛が深いから、うん、あのエッチしなくてもいいのよな。ほらアッコさんもそうなんだよ。アッコさん、そう、この間ちょうど、うん、アッコさんも話してた。アッコさんも二十何年、うん、あの旦那さんとセックスしてないんだって、うん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 、でももうそれはもうそれよりも深い愛があるから二十何年もセックスしなくてもいいんだって、うん、だから俺 お前の嫁は和田アキ子さんなのか。いやいや違うよ、一緒にするな。ちゃうやろ、もう訳わからんもんそれ。抱きたいやろ、でも嫁だ抱くとかじゃないんだよ。お前だってレースクイーンが好きやってんからレースクイーンが好きなだけで嫁をめとったんやから。いや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 、全然全然抱けるしちょっとごめんなさい、途中でこんなん来ましたよ。どんなん、さっきの話じゃん、ちょっと、はいはい、ね、あ、答え出てないんで。広島県電光石火、ほんまでっか TV の脳科学沢口先生曰く、うん、グロスを塗る女性は発情している。ほら、そうです、あながち間違ってはいないみたいです。ほら、ただスタジオでは女性ゲストに全否定されてしょげていました、うん、ほらね、女性が思ってんのと男性が思ってんのと全然ちゃいますからね。グロスなんて、いやもうファッションアイテムの一つなんですよ。わかります？わかりますよ。ね。そんなもんね、ほんまでっか TV 出ててね、タレントがね、うん、グロス塗ったらエッチしたいなんてね、そうそうそうなんて言えるか？なるほどね。言えるか、タレントがそこで。じゃあ、結城直美ちゃんが言えますか？言えないでしょ？いや、言われへんけど、あれやんかいな。グロス塗ったら、大体塗るやろ、でも毎日グロス。いや、グロス塗らない人だって、まあ、ててじゃあ、だって、もう、ほら、彼女は作家の、かなこちゃんだ、かよちゃん。かよちゃん。かよちゃんはほら、セックス好きなんでしょ、だって。そうなの、かよちゃん。あれ、誰か言ってなかったっけ、前。かよちゃん、セックス好きなの。大体セックスしてるけど。初耳やね。そうでしょ。大体セックスするけどね。かよちゃんは大体セックスしてるの。大体、うん。日本放送のマイケル、ジャネット・ジャクソンって言われてるから。大体24時間。お前復帰してむちゃくちゃやな。オールナイトの発言。え？結構みんな我慢してきたけど。母ちゃん大体セックスはしてないでしょ。まあ、あんま知らないでしょ。知らんがそう言うてもてんけど。よそよそ。うん。でもグロス塗ってる？毎日塗る？グロス。あ、ほら、毎日グロス塗る。毎日グロス塗るってことは毎日セックスしたいというアピールやで。そうだよ。もう極論そうやわ。そうだよ。今の。そうだよ、だから間違ってないんだ。男性を意識してる。そう綺麗でいたい、異性を気にしているっていうだけのことであって、そのセックス誰でもいいわけない。お前だな、異性は、ね、意識してる時点でセックスしたいってことじゃねえかよ、根底はな。なんじゃこれ、何で鼻くそほじ何で鼻くそほじくってんだよ。なこの二人、根底はそういうことなんだよ。こういうやつがおるからね、日本の恥やねん、お前は。なんでやろ。なんか違う、違うとこから。違うとこからもう。お前みたいなやつおるからな。お前は幼稚になったな。フィリピンやタイ行ったらな。どんどん日本には恥やねん。なったな。だから、社長ちゃんスケベないと言われんねん、みんな日本人は。日本の恥って言われてる。ほんまに。恥ずかしいわ。来週や思って、上半身裸で喋って。そうかお前変えよう、質問変えよう、はい、ペンネームユッケ、16歳年上の岡村さんと同い年の旦那がいます。ああ子供が3人いるんですが、ここ1年ぐらいセックスレスです、うん、40歳になるともう性欲はないのですか？良い誘い方はありませんか？年齢じゃないですよね、年齢じゃないですね。岡村さんバリバリありますもんね。はい、全然ありますよ。性欲だからちょっといろいろ変えてみる、シチュエーションを変えてみるというか、そういうのも、うん、ね、努力せなきませんよね、女性の方も。初めてまともな、はい、いい意見じゃないですか、はい、では出川さん、うん、岡村さんの口から、うん、まあ俺だったらもう直接言っちゃっていいと思うけどね、うん、どういうこと、エッチしようと、うん、そうもうそこは別にもうそんなあの下手なテクニックだなんだの使わないで、直球で、もうそう自然に。でもエッチしようって言われても、それ今までと同じような状態やったら旦那さんもえー、ってもうええわ、しんどいしってなってしまうんですよ。ちょっとした努力なんですよ、女性の。じゃあ例えばそれはどういう努力なの？だからそのこの服わかるみたいな今日あのちょうど違うでしょ、ね、そう、うん、何って言って、うん、もちろん下着も、うん、これはあの、うん、
あなたと初めてデートした時の服ですよみたいな。ああ、なるほどね。なるほどね。そう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 。なるほどね。そういうのも一つ、なんか女性の努力も必要なんじゃないですか。いいんじゃない？まあまあまあ、これはね。ちょっと、思いのほかいい答えしました、岡村。そりゃそうですよ。やっぱね、その、女性の方も努力は必要だと思いますよ。女性も男性も。うん、いい答えっていうか、もう、べったべたの答え。もう、べったべたの答えだけどね。ちゃんとした答えやないかいな。この質問に対してはもうそれぐらいしか答えないっていうぐらいもうベタベタの答えだけどね、正直ね。ベタがあってこそのシュールやんか。まあまあまあそうだけどね。そうやろ、だからこの問題はそうでしょ。それでいいでしょ。ベタもできへんのにシュールですって、それは訳のわからん笑いしてるだけやん。じゃあわかりました。この問題はこれでいいでしょ。OK、そうしよう。OK でしょ。またお子さん3人いたらまた余計でしょうね。子供が3人おりますね。気をしよう。それは。ねえ、3人もいてんねんからね、最低3回はセックスしてんねやから、うん、4回目できないはずないんだもん。これはこう真逆やね。こんなんどうですか、ペンネームタヌキとキツネ、僕には付き合って5年になる彼女がいるんですが、はい、セックスを彼女の方から求められたことがありません、うん、自分からしか誘ったことがありません。ただ誘って断られたこともなく、彼女もセックスは嫌いじゃないみたいなんですが、誘われたことがないと、うん、ぶっちゃけ誘われたいです。彼女から誘うことって珍しいことなんでしょうか。あ、彼女か、うん、いやでも素晴らしい関係だと思うけどね。僕もね。どういうこと、一番いいでしょ。素晴らしい関係でどういうこと、ね、いや分かんないな。まあ、びっくりしましたね、ガサ。一から説明してあげないと。今何がやねん。今俺とやべっちはもう逆にこのハガキを待ってなんて理想的なカップルなんだって思って二人でうんうなずいて目を合わせてそうだよねってなったのに、お前だけ。どういうこと？どういうこと？何がやな。わかんねえんだな、やっぱな。それは、それはお前たち。はい、な、俺らが、上に立ってると思ってるやろ。あ、自分勝手やと思うよ。そう、自分勝手やねん、お前たちは。主導やから。お前たち自分勝手な生き物やねん。そうじゃないねん。な、はい、わかる。今引き出し上げて、フィフティフィフティじゃない、引き出し上げてますから、恋愛の今。そう、確かにそうですよ。そんなんな勝手ですよ、僕。そう、勝手やん。自分したい時、自分しんどい時やったらもうしたくないっていう、はい、その発想のもと、相手合わせてくれてるの。そう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 、うん、うん、それはいかん。はいはい、そうですね。なんやお前ら、虫けら。虫けらとかでもなんでもなくね、お前は長いこと女性と付き合ったことがないだろ、うん、な、うん、俺らはあるから、うん、例えばセックスベースの問題とかな、うんうん、例えばあのエッチがもうマンネリになっちゃうとか、そういういろんな問題も、あの、経験して、そんでしかも、こっちから求めた時に一回も断られてないって、もう女性としては最高なのよ。最高の女ですね。最高の女なのよ。何よこれ。だから俺らはな。ちょうどだよ。あんたちょっと太りすぎやで。おい、太りすぎやで。だから俺とセックスすることがそんなに偉いことか。じゃあ偉いことじゃなくて、な、お前はな、このな、トークでお前と俺と同じ土俵に上げるなってことなんだよ。お前と俺はな、お前興奮してるけど天と地の差があるんだよ、残念ながら。いやいや、お前が今でもこの嫁を抱いてるって言うなら俺リスペクトするよ。俺リスペクトしますよ。でもリスペクトするっす。俺と今お前とあんま変われへん。違う、今の奥さんじゃなくてもその前の彼女とか付き合ってた人たちで俺らはそういう経験をしてんだよ、うん、お前経験ねえだろ。お前全部妄想か風俗の話だろ。なんでそんなやつと俺が同じ土俵になっていつも戦わなきゃなんねんだって話なんだよ。お前女、その風俗の女の方はほんまに90分愛せんのか。いや俺は愛せるよ。そんなお前やっぱり言ったんやで。ああ、いや俺は言ってないから。俺は愛せるよ。俺の方が絶対恋人同士だからな。言っとくけど、あの90分の俺の方が恋人同士やし。いやお前なんてワッツラの会話だろ。お前だから電話番号断られんだろ。ちゃうね、俺は断られんだことねえんだよ。お前初々しさがないね。ウェルカム乳首とか、もう女の人来たらもうすぐ、はい、ウェルカム乳首ですみたいな、もうそんなんちゃうねん。そうじゃないねん。座ってもらって、そっから、今日どうやった、何人
目ですかとか、そういうおしゃべりしてから話すよ、俺だって。おかしないそんな。話すよ、俺だって。いきなり彼女がバーンって来てな、そんな、うん、ウェルカム乳首ですって言って。いや、おかしいよ、それもおかしい。興奮したよ、ウェルカム乳首。やってもらってないの、そんな彼女おらんて。今日どうやったああ、やった言って話してからやん。違うや、それは日常じゃないから興奮するんだろ。そんな彼女アホやんけ。だから日常でウェルカム乳首したら、ウェルカム乳首って何やねん。ピンから、ウェルカム、俺もわからんことピンポーンって言って、あ、来ました来ました、ガチャって開けて、あ、どう思う言ったらウェルカム乳首やね。そんなおかしい。だからおかしいから、非日常を求めて言ってるわけだろ。非日常を求めてるわけじゃない。彼女を求めてんねん、その90%。だからそれがおかしいんだっていうの。俺らはみんなな、ケンコバにしたって誰にしたってみんな非日常を求めて言ってるんだよ、はいはい、な、お前の場合はその90分でな、疑似恋愛を求めちゃってるから、うん、な、はいはい、結果、ほら、電話番号聞いて断られてショック受けるわけだろ。受けましたね。俺らはそこでショックを受けないのよ。それはなんでかって言ったら、僕はもうその現実か非現実か分からんようになったから。そうだろ。だから電話番号を聞こうとしたの。そうだろ。おい、だからおかしいっつってんだよ。それだけ突っ走ってしまったんだよ。そうだろ。だからおかしいっつってんだよ。だからおかしかったんですよな。そこで、あの、やっぱ普通分からなくならないからね。分かんなくならないのよ。ね、僕は分からなくなったから聞いたんだよ。また会いたいと思ったんだもん。そうでしょ、また会いたいと思った時はもう一回行かなあかんもんね。行かなあかんね。行かなあかん。行くのはめんどくさいと思ったから。そう思ったわけでしょ。めんどくさい。それはもう僕らはもうちょっと違うと思う。そんな、だから、お前とか評判悪いもん、風俗の人。いやいや、俺評判悪いことなんて絶対ないよ。俺なんかものすごい優しいって言われるもん。俺めっちゃ、俺なんかもっと優しいって言われるもん。いやいや、言わない言わない言わない。言う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 。お前聞いてみ、お前聞いてみな、気持ち悪がられてるやつ。うるさい。必ず電話番号聞かれるのよね。ちょっとファンだとか言ったらさ、調子に乗って気持ち悪いのよねってお前絶対言われてるからね。それ以来俺は一切聞くことないね。当たり前。と折れたからな。じゃあ僕は思うんですけど、どっちでもいいと思うんですよ、女の子からしたら。どういうこと？客やから。そう、感じ良くても、別に悪くても。お前、女の子やから、ちゃんと。これ大事だよ、これ大事、大事。僕、もしそういう店行ったら、多分一番ひどいかもしれないですけど、うん、僕喋らないですよ。最低、最悪。いや、だって、行くな、最悪な客だよ。五反田に足踏み入れんな、お前。最悪じゃないけど。お前は最悪や。だって、クズ人間だ。だって、お店やもん。お店やからって言って、そういう何にも喋りませんっていうようなやつは、もうチンチンを切れ。そんなやつはチンチンを切ってしまえ。わかるわかる、すっごいわかる。なんで、なんでビッグハットさんやったら喋れて、その風俗の人は喋れないの。なんでそこ、なんでそこ一緒にすんの。いや、一緒だよ、女の子。一緒や、一緒や。その女の子に対するは。商売や。マイク持つか、チンチン持つかの芝居違いやからな、そんなもん。マイク持つか。マイク持っとるけど、お前のチンチンも持ちょんねやろ。こいつアホや。アホや、俺は。俺はアホかもしれん。いや、喋るで。そういう店行ったら、うん、それはもちろん、喋るけど、もうエッチなことですよ。喋んのは。わ、かわいそう。はい、かわいそう。はい、脱いで。うわ、え、はい、脱いでとか言うの？それはな、うわ、それはもうあかん。はい、うわ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 、はい。そんなんちゃうねん。それはな、もうものすごいな、現実に戻されてまうねん。引き戻されてまうねん。だってプロでやってあるんでしょ？そりゃそうやけど、あの人らはドア開けた瞬間、夢の国に入んねん。そう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 。俺たちも夢の。じゃあ、夢の国に入んの、あんたらやろ。向こうはクールやって。めちゃめちゃ、いやめちゃめちゃプロです。クールじゃない。クールじゃない。もうそのドア開けんの怖いもん、やっぱり。誰が出てくるか分からへんもん。ほんで、リアクションがやっぱ違うのよ。そう。そう、やらしい話、やっぱもう俺なんてもう、クズなタレントだけど、でも、クズなりに、やっぱ、びっくりしてくれるのよ。そら、そうそう、ほんで、ってなって。芸能人のな。そう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 。うんうん、それがね、ナインティナインのね、矢部浩之が来たとか言ったら、向こうは嬉しいわけよ。喋りたいのよ。そうなんですか、ね。それなのに喋んないで。喋る必要ないじゃないですか。だって仕事してるんですもん。お前なんかいくらだったんだい。なんじゃこの結果この格好何？あなたで内輪で内輪の絵で背中描いてるで。乾燥肌で。
今年は書いて書いて書きまくります。おい小僧、目標達成できたか？ナインティナインのオールナイトニッポン、今年は書きまくった恋愛マスター出川哲朗でした。ちょっと面白いメール受けましたね。ペンネームピノコ、風俗場です。あ、ほら、お客様に連絡先を聞かれると逆に営業かけやすいと考えます。連絡先を教えるのを断った風俗場の方は真面目な方だと思います。ええ子やねんな。ええ子やねん、プロ、プロやな。うん、あ、そういう営業もあるんだ。やっぱあるんじゃないですか。うん。めっちゃ勉強になってるやん、二人とも。来てくださいっていうことや、それは。うん、ただね、俺は今まで電話を聞いた方は、そういう。やっぱ行ってるんじゃないですか、バンバン。まあ、昔、あの、結婚する前ね。あ、昔ですか。結婚する前に行ってた頃、はい、電話番号聞いた子は、そういう営業電話一切ありませんでした。そして僕は、彼女たちと外でデートしました。デートをしてきました、今まで。朝ターメンの方みたいな。今の A6 付け。なんで突然 A6 付けなったの？営業電話ありませんでした。関越、喉に朝ターメン。A6関係ないやん今。だから彼女がすごい、あのその彼女もすごいある意味プロフェッショナルだと思いますけれども、はい、うん、まあ全てがその営業電話じゃなくて、うん、俺のあの女の子たちみたく普通にデートしてくれる子もいるわけですよね。うん、うん、俺たちはそういうなんていうのかな、はい、そういう人たちに偏見持ってないから。そう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 、そういう人たちがいないと、はいはい、もうダメだから、はい、あ、僕は持ってないですけども、プロですよねっていうことですよ。お仕事ですよね。でもあなたはプロ、お仕事ですから喋らないですとか、脱げ脱げとか言うっていうのは、あなたは最低ランクのお客さんです。うん、確かに、ね。お客さんとしての、脱げ脱げとかね、はい、もう、そういう人は本当に二度と来てほしくないです、お店に。あと、外でご飯とか。風俗側の人間になってる。わかるわかる、すっごいわかる。もう塩、外でとか、だから絶対にご飯食べないタイプでしょ。嬉しいと思うで、風俗の方も。そうで、絶対そうだと思うよ。あの、食べたら、うん、なあ、そう、嬉しいと思う。ペンネーム。うん。カエルのグミ。以前風俗で働いておりましたが、うん、正直いろいろ話しかけてくるお客さんは面倒だなと思ってました。うん、体を使うお仕事なので会話は神経を使うととっても疲れてしまうんです。矢部さんのようにさらっとやることをやって帰るお客様が楽でした。でもきっとそれができなかったから残れなかったのかなと思ってますが。いやいやいや、寂しいね、そういう意見があるっていうのは。逆にちょっと立場悪なった。いや、わかるよ、逆にね、寂しいね。僕らみたいな、うん、人間ばかりが行くんじゃないんですよ、うん、汚いほんま汁男優みたいな、よくいる、なんちゅうのかな、うん、ブサメンみたいな人が行ったりもするわけですよ、はい、そういう時は多分すごくあーってね、うん、いう、でもお仕事だから頑張らないといけないっていうことがあると思うんですよ。喋りたくないタイプじゃない、うん、なんよ、もうめっちゃ乳首つまむやんみたいな、うん、痛い痛いみたいなそんなこともあると思うんですよ、うん、でも我々はそうじゃない、すごいソフトに。優しすぎるんちゃう、向こうお仕事やのに。元風俗場の方から、お店に来ている以上エッチしようとしてくるのは当たり前だと思います。正直変な話を聞かれたりするぐらいならすぐに仕事をさせてくれる方が嬉しいです。個人的には岡村さんみたいなタイプはちょっとやりにくいタイプ。向いてないね向いてない、風俗に向いてない。そう、だからまあ元もう、まあ、まあまた元だよね。俺が気になったのは、彼女もその前の子もやっぱ元風俗嬢で、結局やめちゃった、私それやめちゃったって言ったし、はいはい、うん、だからやっぱお客さんに愛を得られなかったからやめちゃったと思うんだよね。あのやめっちみたいにはいはい脱いではいはいみたいなお客しか会わなかったから、はい、でも俺とか小村隆史のお客に当たってたらその子は多分俺やめてないと思うんだよね、はい、ここまでそんな気持ち入れなくてもそこまで追い込んでないですよね。ほんで、あの、本当に気持ちよかったよ、ありがとうねって、うん、俺らすごい俺もちゃんと言うし、うん、本当によかった、この時間楽しかったっていう、はいはい、そういうお客さんに会ったら、あ、私たちすごい喜んでもらえるんだって、その仕事に対して。そうそう、それはもう、ありがとうの気持ちとかも受け取ったことないね、お客さんから。うん、多分そう。俺らみたいなお客さんに当たってないから、あの、もうこんなん、お金ある程度貯まったし辞めてしまおうっていう人たちなの。そう。俺はほんまありがとうの気持ちで溢れてますもんね。すごいだす。そこはすごいだす。俺も。俺なんか普通にエレベーターでね、うん、下まで降りてきますもんね。降りてきたりな。
あ、出川さん仕事中に求めてないでしょ、向こうでも。俺はもう最後までホテル出るまでがあれや思ってるから。うん、うん、頑張れ頑張れ、ヘルセア思てるから。分かる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 。俺も絶対ありがとう、絶対にあれ、うん、あれだし、別れる時も最後ギュッとするし、絶対ありがとうねっていう、うん、それ絶対嫌ですよ、向こう。いやいや、嫌じゃない、絶対絶対。あ、よかった、私も今日あの、うん、人のあの世話あの立てたんだって絶対思ってくれるから。絶対うざいですって。うざくないうざくない。俺も生き物係のありがとうかかってるもん、ずっと。俺なんか来たらすぐにあのガシャンってやるタイプでジュースおごってあげるもんね。わかる？飲みに行く。あのなんかちっちゃいやつガシャンってやるやつで、うん、あの瓶のウーロン茶とか瓶のやつ知ってる？わかるわかる。缶のやつじゃなくて瓶のウーロン茶とか、これ飲み合えって言って栓抜きで開けてあげるもん、うん、まあまあだからそう、風俗嬢の方もまあ両方いるでしょ。いや辛いね、そうやって。だから夢破れて田舎に帰ったんでしょ。そんなん変えてないですよ。え、目的達してやめたかもしれへんし。そう、うん、おそらくだから夢見て東京出てきてね、うん、歌手になろうと思って夢見て東京来たんですよ、うん、でも思うように一人暮らしでけへん、ね、お金がない。バイトしてたってね、東京家賃高い、レッスン代も高い。ほなもう何しようと思ったらもう風俗しかなかった、うん、その時、おい脱げ脱げ脱げ、おい脱げ脱げ、あららら、というお客さんにばっかり出会った、うん、もう嫌だ、うん、もう帰ろう、田舎へ帰ろう、うん、帰りましたよ、彼女は、うん、かわいそうだ。彼女って誰やねん。知らん知らんけど、もう夢破れて、その人出てきてないで、東京にいい思いなんか何もないですよ、うん、この子かわいそう、うん、かわいそうだな。ありがとうという気持ちをみんなね、そう、もうほんまにね、みんなこれはそう、 S の人も M の人も一緒、そう、終わったらありがとう、そう、この一言あるかないかで全然違うと思うんだよね。全然違うよ、向こうの女のこの受け取り方も、うん、あ、今日良かったって思えると思う。悪いお客さんばっかりに当たったって、あってもなくてもいいけど、まあ引っ張れるわと思う子が多いかもしれないですね。ありがとうって、引っ張れ、そんな引っ張れるってどういうこと、うん、どういうこと。お客さんとして、いや、そういうのダメ、そういうの。あ、この子ハマった、あ、この、あ、今日はなんかすごくいいことしたなって、そうな、そう、コンビニでプリン買っていくぐらいの余裕が生まれると思うよ。ペンネームたこ焼き、うん、私には付き合って3年になる彼氏がいます。私ははっきり言ってド M です。こんなこと言うのは恥ずかしいですが、お尻を叩かれたり縛られたりして意地悪されたいです。ですが彼氏はそんなことをするのはかわいそうでできないとやってくれません、うん、私のわがままなのかもしれませんが、どうしたら彼は実行してくれるでしょうか。はぁ、ね、それはだから、ね、女の子もいるんですね。これそういう願望はね、女性の場合結構ありますからね、もっと攻めてほしいという、うん、まあでもお付き合いしてるだけでしょ。そうそう、3年なんですって、ね、うーん、まあ普通のエッチなんですかね。これが難しいね。これがほら男性の場合は、うん、ほらやっぱあの本当の彼女とはなかなかそういうプレーはできないって言うじゃない、うん、その、はい、叩いたりなんだり、うん、ちょっと、うん、あの変態チックなプレーは、うん、でもそれができないから非日常を求めて風俗に行くわけですよ、うんうん、男の場合はね、男の場合は、うん、ね、あなたの場合は違うけれども、うん、俺らの場合はどっちかっていうと違う、ね、あの今せめて言ってんじゃなくて、どっちかっていうとそっちじゃない、うん、非日常であの入ってあの乳首をすぐ、ね、マンションに帰った瞬間にウェルカム乳首はないわけじゃない、はい、だから行くんだけど、でも女の子の場合はそれができないからね、うん、まあそうですよ、うん、もう彼氏に全部、そうなんだよね、そらね、だからね、してもらわないと、おそらく多分その結婚する、うん、あの今の人とは結婚しないでしょうね、この方、うん、セックスも非常に大事で、です、あの、やっぱそうです、出川さんとかも例外ですけども、うん、もう枯れてしまったんで、うん、あれですけども、やっぱり、セックスって非常に大事なんです、二人の間で。そらそうですよ、結局ね、合う合わないみたいなのもあるから、うん、どっちみち別れてしまうでしょうな。ね、相談乗ってあげてください。別れを断言するんじゃなしに、相談乗ってあげてください。次からお願いしますね。次から、次からちゃんと、はい、なんか分かれへん。加山雄三さん、紅白歌合戦の仮面ライダーは正直パニクったと告白。23点、ナイティナインのオールナイトニッポン。皆さん、今年もたくさんセックスしましたか。僕は立ちません。ナイティナインのオールナイトニッポンコム、僕たちのラブ&セックス2001、出川哲朗でした。
今また何を見せてたんですか岡村さん、出川さんに。上田彩ちゃんと撮った写真。ああ、そうそう、自慢げに、あの、なんで見せ、もう自慢げに見せてたもん。めっちゃ可愛いやろ、めっちゃ可愛い。先週撮ってもらったやつでしょ撮ってもらって。上田さんと。カメラマンさん言い張ったから撮ってくださいって言って。めっちゃ可愛い。ずーっとね、めっちゃ可愛い。付き合いたいね。めっちゃ可愛い。ずっと付き合いたいね。ずっと言ってたんで、今 CM 中。今 CM 中スタッフでうわーって言ってたんですよあまた見せてる上田彩ちゃんと撮った写真出川さんにも見せてろ言うてめっちゃ可愛いねもうこの上田彩ちゃんいや可愛いですけど完璧やもん付き合えないでしょまあまあそれは分かってますけどまあいいじゃないですか別にそれなんでそんな綺麗な写真なんて撮ってもらった撮ってもらってんチャリティーミュージックソンの時に あそうなんやそうカメラマンさんが言い張って、はい、頼んで急遽本番中だけちょっと長めのやめてもらえますやめてくれるよもう本当に まあ本番中ですからお前その写真変なことに使うなよお前本当に上田彩ちゃんに失礼だから俺はそんなんするタイプちゃうねんマジタレにはマジタレちゃういやそういうことかじゃないマジタレちゃうからマジタレちゃう上田彩さんは彼女じゃないから危ない危ない危ないよ確かに、ペンネーム2日目大賞僕は今年初めて彼女ができめでたく童貞を卒業しました、うん、しかしセックスの最中にどうしてもフェラティをしてという言葉が言えません、うん、彼女はあまり自分から動かず受け身に入っているのでおそらくマグロだと思うんですがどうやったら自然な形でフェラティをお願いできますか卒業したてやから卒業したてやからマグロやと思ってるんですけどこれだんだん本当に汚れラジオになってきてるけど大丈夫だよね大丈夫もう一回これほんまに悩んではるんやから、はい、悩んでるからねちゃんと答えてあげないとダメなんですよそう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 、はい、そうなんですよねなんで言えないんでしょうねまだ恥ずかしいのかなまだ浅いからうん付き合いも浅いししてくださいって言うんじゃなくてしたことありますかとかいや最悪ありますかもう最悪だねお前バカじゃないのなんでその彼女にフェラチオしたことありますかって聞く男がいるか世の中にお前は本当にバカだなほんであなたほんだどうやってそのフェラチオしてっていうふうに持てるいや俺はもうあの徐々に、はい、頭の位置を回転させるよ攻め時を、あの、胸を攻撃してたのを、だん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 徐々に人下の方を攻撃するときに、俺の体も、だんだん、あの、上と下が変わるような感じですよ。言葉にはしないってことです、ね。そう、言葉にはしない、言葉にはしない。まあ、ほとんどそうでしょうね。そう、全然、絶対そう、絶対そう。それをね、リアルに、フェラチオしたことありますかもうその彼女、答えられないの。はい、あります。ね、仮にあったとして、はい、ありますって答えられない。それがどれだけ滑稽か分かってんのか何かだよ。そうやって動いていく。動いていく様がどんだけ彼女にとって滑稽か分かってんのか全然滑稽じゃないよ。すり替え入った、また。全然滑稽じゃないよ。それはもう、だってさ、あれやで。ものすごい滑稽な体勢になってんねんで。全然滑稽じゃない。岡村さん聞いたことあんの？何ですか？そういうエッチするときに。フェラチオしたことありますか？それは俺だってもう21の時やん。はい、俺なんか。はい。ベースケしたの。うん。はい。それ聞くよ。え？聞いたの？フェラチオしたことあるって言って。してくれへんって言うよ。あるって言ったその子は聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥やで多分使い方間違ってると思いますほんまにお前もう本当にさなもう俺あのこれはあのマジで注意ね注意お前のための注意付き合ったあのな、うん、本当に彼女できた時に、うん、その人に、うん、今までウェラチョしたことありますかとか絶対に聞くなよ本当に終わるから、うんうん、もう気持ち悪がられるだけだから、うん、それは聞かへんけど、うん、俺はあの多分あれやでフェラッチをしてって俺は言うで言うタイプやでああ言うんだ、うん、そんなお前考えてみ自分がこの女の子やったら、うんうん、のそのそな体勢変えてきてなはやってなケツの穴丸出しでなおやおやほかお前いや別に俺は普段そんなことやんないよ俯瞰で見てみよそれを浮かんで見てる人いないじゃん。見てへんけど、おかしいやろ言うてんねん。そうやって回っていってな。それはもう世の中のカップル全員おかしになってきます。トラウマなんで、そんな。いや、俺はそんな回転なんてさせないよ。俺は自分でそういう時、ヒクヒクさせるから。ヒクヒク。動かすのよ。
俺はもう、自由自在に動く。自分は下におんのかいな。自分下におって女性をこう、あれなんですかい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 、こう回すんですかい、いや、別に回さなくたっていいよ。うん。な、彼女の頭の方にこうやって、例えば、ベッドの上で二人で正座しながらチューしてる時にもでもいいのよ。全然。そのままこうやって、うん、もう、ヒクヒクさせんのよ、うん、そうすると彼女の方に持ってったら、うん、彼女から思わずそうなっちゃうようなシチュエーションを作るのよ。その何を、あの出川哲郎を、そう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 、哲郎をヒクヒクさせるってこと、これを愛おしいと思わせるように、あ、そう。正座してシューするってまたなんて。ベッドの上で出川さんやから面白いな、風俗っぽいね、ベッドの上で正座するみたいな。まあまあまあ、どっちにしろ変なことは聞いちゃダメですね、まあ、彼女に、まあ、言葉にはしない方がいいですよね、今まで付き合った人にその人の男性遍歴とか、うん、結局聞かへんの、今まで誰と付き合ったとか聞かないよ、彼女に聞かないよ。ちょ、お前何さ、何びっくりした小動物みたいな目してんの、聞かねえだろ普通。びっくりしました。いいんだよそんなの聞かないで、聞かへんのお前も。俺聞かへん。うわ、嘘つっ子もおるしね。嘘つくよんな、だってそれ聞いて何になるのよ。気にならないですよ、そんな気にならないよ、そんな大人たちは、この年やから。そうどうする、お前の嫁、俺が言ってたら。いやいやいや、違うよな。それ聞いたって言うわけないだろ。お前と結婚する前に。俺と、すんごいことしてたらどうするわけ。聞くわけないしな。仮にお前、まあ、ありえないけど、お前が結婚する前でお前と俺の嫁さんができてたら、それはしょうがないよ。うん、結婚する前なんだもん。そう思えるん。思えねえなお前じゃ。思えねえなお前じゃ。他の芸人だったらまだあるけど、やっぱダメだダメだ、お前だったらもうぶち殺すね、マジで。俺ずーっともう出川さんと飯食う時ニコニコしてますよ、出川さんの食べる様とか見て。いや、もしそれやったら、もし万が一今の時点で分かったら、それは出川さん許すでしょ。許すというか、今の時点で、それ今分かったら地獄でしょ。それ離婚理由にならないでしょ。あ、まあそうだね、結婚する前でしょ、超えてるじゃないですか、うんうん、結婚する前に分かったらもうセーフやけど、結婚してからそんなん分かったらもう最悪やで。だって、裏切りやん、そんな。だってこっちも裏切りじゃないじゃん、出会う前に出会ってんだもん。こっちもっと誰としてるか分からないじゃないですか、うん、でかさ。だって出会う前に俺と出会ってからお前とそうなってたらあれだよ、俺と出会う前にお前とそうなってたらもうそれはしょうがないじゃんよ。俺となっててええの？いやいや、よかないよ、よかないけど、だからそんな過去をほじくったってしょうがないんだよ。ああどうするビッグハットさんと俺がちょめちょめしてたら。まあしゃあないですね。しゃあないの？はい。はあ。しゃあないで許せるの？マジで、マジで奥村さん。俺絶対嫌やもん。俺もし。嫌ですよ。まあ、分かったら嫌やけど、しょうがないですよね。あ、でもそうなんだよ。まあ、うまいやもん。あ、うまいやもん。確かに。NSC の時もそうやったもんな。何でした、あの千秋っていう、お前びっくりすること言うなよ。お前、え、何、あの、この二人兄弟なの、何なの、直って帰ってきたんやから、直って帰ってきたんやからびっくりすること言うなよ。その時分かれへんかったから、それは若さやん、あのちょっとスポーツ入ってたやん、スポーツ入ってた、もう俺童貞やったから、お母さん童貞やったから、紹介してくれ的な感じで、そう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 、紹介してくれっつって、その千秋っていうあだ名の子が、うん、ちょっとコロッケさんになる千秋直美にちょっと顔似てたんですよ、うん、うん、養成所の養成所で一緒やった、うん、で友達の家借りて、なんちゅうの、童貞脱出しようと思ってんけど、もう緊張でよういかんやあ、それはもうやべっちとエッチしてた子だった、もうお盛んないい子で、ああ、なるほどなるほど、すごくお盛んないい子で、だからいかんでよかった、それだったら、それをじゃあ初体験でもうその子にしようとしてたんだ、そう、はい、一番最初、それは知ってたもんね、岡村さんも、そういうお盛んないい子は、あ、その子はお盛んやっていうのは知ってたけど、はい、お前体痒いの、乾燥だ、ちょっと書いてるけど裸の体ここは乾燥だ、かゆい、うわ、すごいな、それも、そんなんもあってん、まあ、若い時はね、若い時やけどな、二十歳ぐらいの時、でも俺は聞いてしまうかもしれん、いや聞くなって、聞いたってそこに何にもないから、
でも納得以外のやったらもう聞いてた方がいいですよ。いやいやもう、もう絶対。でも納得いく過去なんかないですよ。それ誰にも過去あんねんから。はい。岡村さんこの先好きになって、その人の恋愛。でもこの人はもうしゃあないって思え、あ、ここはもうしゃあないわって思えんやったらええけど、ここは目つむろうとか。あ、まあ、じゃあ、さんまさんとかだったらもうしょうがないんだ。もうそれしょうがないでしょ、そらだって。そんなんもうしょうがない。もうさんまさんやったらもうしょうがないとか思うやんか。わかった。じゃあ、100歩譲って恋愛経験は聞いてもいいかもしんないけど、お前、うん、フェラチオしたことありますか、だから絶対聞くなよ。絶対聞くなよ。気持ち悪がられるだけだからな、マジで。本当に、それはお前のために言ってんだぞ。これは、これはギャグじゃねえぞ。あの、本当の、あの、男手が出とろとして言ってんだぞ、タレント的な言葉じゃねえぞ、お前。わかった、わかった。それは、聞かへん、それは。俺の間違いか。まあ、もうこんな時間や。あ、もう、今年最後じゃない、ひょっとして俺ないと。そうやね、俺の。今年もめっちゃしょうもないこと。めっちゃしょうもないことばっかり言ってたな、お前ら。もう、毎年、毎年。最も1年間で最もしょうもなかったんだ。お前だよ、お前。しょうもないことばっかり言ってたわ。お時間ですって。あ、そうですよ。まあでも今年はちょっともう、あの、くだらない会話だけど、ちょっとショックだったのはやべっちだな、岡村隆史。まあ、そうやな。この、風俗の女の子に対しての扱いとかな。そうやな。そういう優しさが足らないっていう。俺はだからそういう目、俺らそういう目で見てしまうもんな、ビッグハットさんに対して。そう。おらって。まあ、ビッグハットさんに対してもそんな、なんかなって俺たちは思ってしまう。リスナーもそう思ってしまったお店行った時の話でしょ、過去の。ほんまに。和田若さもあったよ。優しさですよ。ありがとうという言葉ですよ。そう。いや、僕間違ってないと思います。働いてる人からしたら、すごく辛いと思います、その優しさ。あのな、例えばほんだら俺がコンビニでバイトしてた時も、はい、お釣りとかパッて渡した時にありがとうございましたって言って、ありがとうって言ってもらえたお客さんはなんかすごい嬉しかった。そう。それと同じで、ありがとうの気持ちを、表してあげることによって、その風俗の方とかは、あ、よかった、もう一本頑張ろうとか。そう。本当そう。絶対そうだと思う。絶対そう思う。明日も頑張ろうと。明日3本頑張ろうと。ダイビングやめようと思ってたけど。ダイビングみたいですね。いうふうに思ってくれると思うね。じゃあ、それは。じゃあ、気をつけますよ。もし、この先行くと、ね、行くことあったら、ありがとうって言えばいいでしょ。そう、最後その言葉だから、絶対忘れないでね。ありがとうって言えばいいでしょ。もう、ありがとう、もう顎ももうおかしいと。うん、もう口の中イソジンでいっぱいや、みたいな。そやけどなんか今日はでもなんかあの人喜んで帰ってくれはったな。そう。って思えるな。なんかほっとする、ほころびみたいなのね。絶対そうだし。めっちゃそういい話になってるけど。いや本当にそう。下ネタ。いや下ネタじゃないよね。ね、これ頑張ったら、あ、新しいイソジンも買おうと思えるんだよな。そう。絶対に。苦くないね、イソジンだって。うん。わかりました。毎回苦い。ということで、また、出川さん、はい、来年のこの時期に。そういう思いを、リスナーのみんなも思って、ありがとうの気持ちを忘れないで、今年も来年も頑張ってください。そう。いい締めだな。うるさい。早く帰れ。うそ、風俗バカ。早く帰れ。出川哲郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナタリー・ポートマン、はい、振付師のベンジャミン・ミルビート氏とできちゃった結婚。できちゃった結婚ですか。ナインティナインのオールナイトニッポン、おめでとうございます。おめでとうございます。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組はレオパレス21、ブルボン、ブリヂストン以上各社の協賛で、東京有楽町日本放送をキーセーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。テントリ採用者、岐阜県ペンネームグッドファーザー、福島県ペンネームあどけない三角、四季市ペンネームカズヤ君、3名にナイナイバッジを差し上げます。はい。サイニングテーマはホブルディーズで月夜の星空。はい。ということでございます。はい。はい。今日はエルトン・ジョンスペシャルと題しまして、2時間ぶち抜きで、お送りいたしましたですけども、はい。今年最後の、うん、オールナイト日本ということになりました。岡村さん、最後にちょっとこれ、ペンネーム由良。はい。現風俗場です。はい。岡村さん、出川さん、素晴らしい。うん。私はお客様と日常会話をしながら、イチャイチャして、少しでも限られた時間の中で楽しいと思ってもらえるよう仕事をしています。偉い。なので、矢部さんのような方が来ると、私じゃなくてもよかったのではと悲しくなってしまいます。そうでしょうな。はい。はい。もう今日は。ごめんなさい。もうね、気をつけます。
全風俗場の方を敵に回してしまいましたですね。今日に関して言いますと現在ね、そうですね、頑張ってらっしゃる方ね、はい、ありがとうございます、感謝の気持ちをね、表してあげてくださいと、はい、いうことですけど、まあ今年はいろいろありましてですね、最悪の年でございました。そうですね、来年はいい年にしたいなというふうに思っておりますけれども、本当にね、もう最後ですからあれですけれども、本当に健康だけね、健康であれば、何でもできますから。今までと同じようなことをしててもね、ガタ来る時ありますからね。まあそうですね。年齢重ねると。はい。はい、本当に帰ってきたら手洗いうがい必ずしていただきたいなというふうに思います。そうですね。はい。それぐらいです。私から言えることがあって。実際。お水もたくさん飲んでね。お水たくさん飲んでください。はい。でよく食べますよね。でも最近すごくよく食べる、ほんまに。裸びっくりしてたで、スタッフ。そうでしょ、超えたから。もうこの間も普通にジョジェーンの焼肉弁当食べて、食べ終わったら、パスタ食って、ほんまに。お菓子も行くね。お菓子行きますね。もう最近普通にもうお菓子もバリバリ食います。はい。おかきとか食うてるよね。おかき食いますね。収録内は。すごくボリ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 って。お腹減るんですよ、本当に。夜中帰っても、もう必ずコンビニになんか寄って。コンビニで。食べてから寝る。食べてから寝てしまう。それが。でもう走りますけどね。暖かくなってきたら。暖かくなってきたら。暖かくなってきたら、ね。また走ろうと思いますけれど。はい。本当にまあ、今年は本当なかなかねラジオも休んでしまいまして、そうですね、来年はそのようなことのないように体に気をつけて頑張っていきましょう。また楽しいおしゃべりができるようにですね、はい、頑張っていきたいと、はい、こういうふうに思っております。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よいお年を。言うとります。お時間です。さようなら。